どうも、ふうかです。どうも、リモコンです。ということで、今回は前回やった自作カードゲームに新しいアップデートが入ってね、めちゃくちゃ強いカードとか追加されたんでね、やっていきたいと思います。ふうへの前回動画って、これあったないわすげえ追加されてる前回あれだもんね、パックが多いからみたいな。そうそうそう、同じパックだったんだけど、なんとね、今回中身もね、これ違うんだよね。わあ、すごい。これ新カード、新カード、赤恐竜とミツバチ今までは魔法攻撃は防げなかったみたいなあったじゃん。そうだね、炎ってやつを追加して、もうこれはもう絶対防げないっていうカードを作りました。ああ、なるほどね。これは絶対に攻撃は防げないらしい。じゃあ、てことで今回はなんと1人8ゴールドで回していきたいと思います。ちなみに普通のやつは1ゴールドだけど、激レアの方は3ゴールドだからね。まあでも、左側でも、ギギラバッグが入ってる可能性があると。リモコンさん、どうぞ。いい。はい。あー、白。これが外れ。あ、なるほどね。はい。おー、でも十分じゃね。いいじゃん。じゃあ、俺。ポン。はい。はい。あー、白。はい。2。はい。あ、よし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 。4。あ、4。めちゃくちゃ多くない？ちょっと待って、俺。白。あ、5! じゃあ、どうします？これによるな、俺は2個。2! いきます。はい。2! これどうしよっかな、俺。どうしよう、マジで。ちょっと俺、こっち回すわ。あ、青出た。お、うわー、激レア。おー、待って。はい。お、何それなにそれこれはじゃあ何、レアパックでの当たり？そうだね。これノーマルパック17個あるんだけど俺も21あるよ、だってまなんかこれ開ける時もかっこよくなったらしくて、ほら、うわー、すごい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 、あー、俺ノーマルあと1枚だ。さあどうだ。いやあれで、あー、まあでも、いや、すごいいいんじゃないかな。さあ、そして激レアパック開けていきたいと思います。さあ、はい、隠れてみよう。あ、はい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 、おい、見んなよ出たー。うわー、今回これで勝負か。いいね。軽く2つだけ重要なので言ってきます。赤恐竜は合計で10ダメージ、絶対に防げない攻撃だから、合計で10ダメージしかいけないらしい。そうそうそう。もう1個なんだけど、守護神っているじゃん。2ターンに1回までしか出せなくて、消化枠は1個消えると思ってください。さあ、ということで準備はいいでしょうか。 OK です。まず先行後攻決めよう。ポン、あなた、ということで先行は俺だ。あざー、俺のターン。これ毎回ドローシステムあるから。ドロー、ええー、ギリギリは出た。え、ちなみにこれ9分の1だからねバーン、嘘でしょ。どれ、ほっほほほほほほ、いきます。俺のターン。はい、回収。相手のカード1枚、一番いいのを回収します。じゃあまず新カードが2枚出てます。僕欲しいですか。なるほど、赤恐竜いただこうかな。オッケー、ちょっと待ってよ。俺のターン、ドロー。そう、ということで俺はエンドポータルってことで、何、召喚枠を一つ増やします。ちなみにこれはもう永久です。俺のターン、ドロー。まあ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 、エンドポータル召喚枠を一つ増やすということで、ターンエンド、ドロー。いや、やっぱね、そろそろ来るな。攻めるのも良くないと。はいはいはい、取り返す。なるほど。じゃあ、赤恐竜ダーエンド。まあまあまあ、俺のターン、ドロー。ダメだ俺のターン、はい、リッチ魔法3だ。じゃあ、さあ防ぐか。はい、ダイヤモンドホース魔法防御の、あのランダムバージョン。なるほど。さあ、これで出た数字で防げる。これ1から9まであるからね。さあどうぞ。どう、3。お、ちょうど防いだ。ドロー。え、出た出たあ、出るとは思わなかった。お、またお前か。守護神召喚してターンエンドしておきます。アイアンゴーレム。何これ、初めて見た。
2ターンの間4守ってくれるってことで、フーファのターンから1ターン計算します。オッケー、俺のターンドロー。じゃあ俺のターン、ミツバチ、そしてゾンビピッグマン。 18 ダメージだ。まあでも14だね、ゴーレムいるから。ボン出たか、攻撃無効か。くっそーってことで、じゃあこの攻撃は無効かと。ドロー。ええ、何、え、確率操作やられたんだけど、まずいな。ええ、あ、やばいかもしれない。ええやめて、やめて、風の執行猶予。うわー出たー、手持ちの手札を5枚自分で捨てるか。うわー、恐ろしいカードだなお前それ。このゲームは手札なくなったもん勝ちなんでまあそれはあるな。俺のターンドロー。まあまあまあこれが普通だな。じゃあまあここは豚ということで。あ、俺4守ってくれ消費したんだな。そうだね、ちょっと待って、落ちたら怖いからキープインベントリーする。あ、オッケー。ドロー。まあ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 、いや怖い。お前さっき何引いた。風の執行猶予。ふざけんなまた5個捨てなきゃ。じゃあこれダメだな。よかったじゃん俺のターンドロー。 A ボタン発動。まあ、これは1ターン行動負荷なんだけど、まあ、これ必ずリモコンに攻撃を与えることができます。ミツバチ発動。これちなみに A ボタン出してるときは攻撃を重ねられないんで、ミツバチだけ攻撃15ダメージあー痛いよさあ来ました、ここで A ボタンめちゃくちゃ強い今回から毒ダメージじゃなくて、あのウィザー状態なんで。あ、なるほどね。 0.5 でも死にます、ちゃんと。 2.5 2.5 ドロー。え、また出たもうやめて来い。魔法防御、あー金上位金リンゴ10回復。これ10回復するやつか。オッケー、ターンエンドドロー。お、激レア消防台。お、回復使えばー。そして、まあ、A ボタンでしないが、ゾンビピックマン12か12ね。いやちょっと食らえないな、それは。ついに神の盾、はい、鉄フル装備11で。なるほど、1でいいんだよね、じゃあ、うん、1。オッケー、俺のターン、上位金リンゴということで。マジか、これでじゃあ HP マックス。ターンエンド。じゃあ俺のターン、ドロー。俺の戦い方は、はいはい、攻めて攻めて、攻めまくる。9ダメージ、ー赤恐竜で確定9ダメージだ。くらえ。ちょっとやばい。痛いよね、多分。オッケーオッケー、黙っとくわ。遺言はないかな。やめてくださいよ俺もね、そろそろ攻撃してこなかったんでしようかなと思いますということで、持ってるカードをコピーという能力がありまして。出た、いきますよ。ミュータントクリーパー。消えた体力の2倍攻撃、18でさらに2倍、36。無敵の壁。まあ危なっ、もう泣きますよ。36ダメージとか規格外してる俺のターンドロー。ガスト魔法攻撃5だ。えダイヤモンドホース。さあ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 、これはランダムだからね。4。お、1ダメージだね。じゃあ、うわー、これ俺が激レアパック引けるかにかかってるかもしれないドロー。ゾンビピックマンに赤恐竜、はい、マジックシリンダー。なーにーいや、ここは食らっとくか。いやあ痛い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 。ちょうど半分削れるんだね、これで。ちょっとじゃあ俺のターン、3回復。やばい、これ勝負決めなきゃ。ターンエンドドロー。じゃあ終わろうか、リモコンさん。ええー30ダメージ、反射と。俺は終わらねえって言ったらな。神の盾、ここで使うしかないのかな、持ってるカードに。ああ頭いいじゃん。いやでも 16? じゃあまず1ダメージ食らったはい、待って、このハードで15ダメージが耐えられる。これでカードが散っていく姿俺は見たい
いやあ、死んだ後は入んないからね。やめて、生きろ、生きてくれ。あ、体が蝕まれてる。待って待って、頼む、お願いします、お願いします、お願いします。待って待って、はい、はい、あ、あということでね、ご視聴ありがとうございました。多分ね、これからもまたいろんなカード追加されると思うんでね、その時はまたやっていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃあな、バイバイ。